ひろいとものぶです。ひろいとものぶチャンネルはファンサポーター様々な方からお便りをいただいて、それに僕が答えていく番組です。ではボリューム14よろしくお願いします。ひろいとものぶチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りします。また連戦だったのでかなり時間が空いてしまいましたね。やっぱりちょっと連戦中更新するのは厳しいですね。やれないこともなさそうですけど、どうしてもなんだっけ前言ってたやつもう忘れちゃったよ。あの休養、生理的休養だ。生理的休養の方にやっぱ目が行きますね。なのでちょっと、まあ、気持ちを切り替えるっていう意味でもあれか、次の試合に目が向いてるっていう意味でなかなか後ろを振り返るっていう時間がないんすかね。それでは、試合の振り返りをしたいんですけど、またね連戦だったんで5試合もあるんすよ。これ一個一個振り返っていくととんでもないことになりそうなんで、直近3試合ぐらいにしますかね。サクサクいこうかな。岩手戦からいこうかな。まあいい形で試合に入って先制点を取り、まあ追加点が取れないとやっぱりこうなってしまうなという典型的なゲームで、まあ同点に追いつかれセットプレーで、まあ向こうのストロングでしたけどね。まあこれでまあ落ちてったり、そのまま引き分け、まあもしくは負けで終わってしまうってことも往々にしてあるんですけど、まあ今年は比較的そこから、あまり引きずらないでやれるっていうところがあるので、この試合もですね、まあ途中出場した選手がどんどんパワーを与えていきながら、まあ決勝点を奪えたってことで、この辺はまあ紙一重なんですけど、はい、うまくこういう試合を勝ち点3持っていけるっていうのは良かったかなと思いますね。この試合良かったのは僕は斧ですね。点にはね絡んでないですけど、まあ、運動量とコンディション上がってきたかなと思いますね。90分やれるようになってきてるし、どんどんその戦術的なところの理解度も増えてるので、ポジショニング、運動量、あと前に出ていく、まあ、決断というか勇気というか、はい、そういうところも良かったかなと思います。ちょっとね見た目は怖そうですし、まあ、プレーもちょっとやんちゃっぽいところもあるんですけど、非常にまあいいやつです。気の利く可愛い後輩ですね。怪我なんかもねキャンプでしちゃってちょっと出遅れたりもしましたけど、今はチームに欠かせない存在に確実になっているし、もっと良くなってくんじゃないかなと思いますね。まあ、目指してる選手像みたいなのも、まあ、明確な人ってわけじゃないですけど、こういうボランチになりたいっていうのはあるみたいなんで、そこに向かって怖い選手にどんどんなってほしいなと思いますね。他のポジションもできるからな。フォワード以外だったら全部やったことあるって言ってたかな。キーパー以外か。だから本当にどこで出ても使えるっていう、まあ、そのユーティリティさも売りの一つかなと思いますね。相手は、誰だろうな。まあ、でもやっぱ後半出てきたビスマルク選手かな。まあ、少しラフなボールを入れて、まあ、その五分五分のところとか、まあ、推進力っていうところもあったし、まあ、点も取ってたんで、ね、やっぱパワーある選手っていうのは一発あるなっていうのは感じましたね。そんなとこにしましょう。で次が天皇杯の千葉戦です。これもギリギリ2対1で逆転勝利ということで、この勝利も、まあ、皆さんも知ってると思いますけど、選手は全員入れ替えて臨みました。はい、まあ、うまくねいかないこともかなりあったんですけど、というかね、そもそも3バックでスタートしたんで、スタートからね、3バックって、考えたんですけど、ヤンツーさんの1年目の頃にちょっとあったかな、くらいの記憶しかないですね。まあ、当時はもう完全に人を決めてっていう意味で、ワントップ、ツーシャドウの相手に対して3バックで決めちゃうと。まあ、そういう意味合いで3バックにしてたかな。ホームの湘南戦 ?2017。この辺はそうだったし、2017年のアウェーの徳島戦の後半から、後半かな、後半15分ぐらいかな、俺と康介さんのセンターバックで佐久が途中から出てきて3バックになったっていうの記憶あるんですけど、あとはほぼほぼないんで、なかなかレアでしたね。僕としてもかなり新鮮でしたけど、まあ難しさもやっぱりあり、まあ、スライドだったりラインコントロールのところっていうのはやっぱちょっと難しかったですね。最初ちょっと意識しすぎて、スライドしすぎたっていうところが、まあ、失点につながっちゃったかなと。5枚なんであんまり動かなくてよかったかなっていうのが、まあ、やってみて映像を見た感じの感想ですね。はい、普段ねあんまり出場機会のない選手だったり、まあ、初出場の選手っていうのも多かったんですけど、最初に言ったようにうまくいかないことも多かったんですけど、まあ、やっぱ粘り強くやれて、まあ、向こうはちょっと連戦でやってるメンバーも多かったんで、後半の途中ぐらいからやっぱり相手も落ちてきて、みんな走れるんでね、その辺で上回れたんで、1点入ればこのままいけちゃうんじゃないかなって感じはねありましたけど、この試合やっぱ豊がさすがだなという感じの結果と
プレーを出してくれたなと思います。トヨがね、やっぱずっと上のカテゴリーだったりとか、まあ、プロとして活躍し続けてるっていうのは、やっぱこういうところで点を取れる、もうこれは持ってるとかだけじゃやっぱ片付けられないとこなんでしょうね。やっぱすごいなと思いましたね。まあ、プレー以外でもね、精神的なところで若い選手を引っ張ってくれたりとかしてですね、そういう泥臭い作業とかも積極的にやってくれるというか、はい、チームが良くなるために動いてくれるので大きな助けになってますね。はい、じゃあ次がちょっと振り返りたくはあんまりないんですけど、岡山戦はなかなかないような前半が全てだったかなとやっぱり思いますね。細かくはまあ言わないですけど、まあ、自分たちのやりたいことっていうよりはやっぱり相手の嫌がることをまだまだやらなきゃいけないレベルに僕たちはあると、それを肝に銘じて試合に入らなければいけないし、まだそういうレベルだということを認識して準備をしなきゃいけないというのが僕は全てかなと思います。これはまあ個人もそうですし、チームとしてもしっかりね、その辺を意識しながらこう過ごす、準備する、これが大事かなと思います。まあ、これをね、まあ、たまにはこんなこともあるよとか、まあ、これで悪いもん全部出たから次々っていうのはまあすごい簡単なことで、まあ、もちろんそういう一面もあるんですけど、終わっちゃったからまあいいだろうと言ってると、必ずこれは痛い目に遭うと思うんで、本当にあのいい薬をもらったと思って気を引き締めてネジを巻き直す感じでもう一回やっていきたいなと思いますね。勇気持ってね、10人になってからも後半攻めましたし、つなぎに行ったし、いいシーンっていうのはすごいいっぱいあったんで、ここはね、良かったと思いますし、次に繋がるかなとは思うんで、まあ本当に細かいとこっすよね。その前のベルギー戦も 3-1 で勝ちましたけど、まあ最初に 0-3 になっててもおかしくない内容でしたし、岩手も逆転されてもおかしくなかったし、本当に紙一重のところで、J2 の試合っていうのは、まあ、行われてると思うんで、他会場ももちろんそうですし、だ本当に小さな差だったり小さな隙だったり、そういうところで勝負は決まってくると思うんでね、そこはやっぱりみんな認識してやっていくべきだなと思いますね。岡山戦、僕は慎太郎が良かったなと思いますね。外から見ててどんだけ見えてるんだろうっていうぐらい、ボールのタッチと視野と合ってたかなと本人には聞いてないですけど思いますね。うまかったですよね。効果的にほとんどボール失ってないんじゃないかな。しかも危ないところでトップ下なんでね、ああいうところは慎太郎の良さなんで、どんどん使っていけばいいと思うし、点取ったのがやっぱでかいんですかね。前の選手って点取るとなんかスッとこう重圧とか取れてですね、なんか体が軽くなったり、もっとやっちゃうよっていう気持ちになるみたいなんで、ゴールの効果っていうのは大きいのかなと思いますね。相手はサイドハーフのハン選手、良かったと思います。ちょっと偉そうな言い方しますけど、こんないい選手だったのかっていうのが率直な感想ですね。スピードとか推進力っていうのは映像で見てる以上にあったので、ハン選手は良かったなと思います。あの入れたちも良かったですよね。なんかちょっと仙人っぽい感じというか、ゴール後もあんまり顔の表情が変わらないというか、僕からちょっと注目したいなと思います。よし、試合の振り返りはこれぐらいにしますかね。千葉戦の相手言うの忘れてたけど、まあいいっすね、言っとく。田口選手です。ボランチのうまいっす。僕昔から好きなんで、やっぱりうまかったっすね。以上です。じゃあ次は質問に行きましょう。多分3つだと思うんですよね。ちょっと時間経ってなんか言われなかった人いたら教えてください。一応くまなく探してるんですけど、漏れがある可能性があります。まずシューマンさんから、広井選手から見て松田陸選手のセンターバックはどのように見えるか教えてください。はい、陸のセンターバックは、僕は好きですよ。出足と読みっていうのがいいんで、あとはねヘディングも強いんで、あのサイズでも全然できると思いますし、やっぱガンバーとかでやってたっていうのもあるから、まあ、全く違和感ないですよね。まあ、このチームの戦術でってなると、やっぱりやり込んでない分少し荒さっていうのはあるんですけど、十分できると思います。ボールのビルドアップのところも、まあ、全然問題ないし、やり直すスピード感とか、その辺はなんかザ・センターバックっていうような選手のスピード感じゃないですよね。クッとこう切り返せる感じとか、ああいうスピード感があると、逆に展開した時に0コンマ何秒か早く反対のサイドバックとかボランチとかにボールが渡るので、その分アドバンテージが出るのかなっていうのはありますし、こういういろいろできる選手がいるっていうのはチームにとってすごい助けになるかなと思います。はい、ありがとうございます。
次が背番号178番さん、結構デカめの背番号ですね。2024年に金沢にもサッカー専用スタジアムが完成します。ヒロイキャプテンだったらスタジアムの名前を何と名付けたいですか？自分だったら北国ミリオンスタジアムとかですかね。大切なスポンサーさんの名前を入れてみました。うん、これちょっと面白い質問ですよね。あ、こういう楽しみ方もあるんだなというのが思ったとこですね。まずなんすかね、北国ミリオンスタジアムもいい気がしますけど、まあ、ネーミングライツしたらね、その企業の名前がつくんで、相性みたいなことになるのかな。やっぱ百万石的なところを使いたくなるのかな。百万石スタジアムとかミリオンスタジアムになるんですかね。あの石川の大きいフェスのミリオンロック、あれだから百万石から来てるんだなっていうのをこの質問来て分かりましたね。あのミリオンスターズも野球の、この百万石から来てるんだって8年目にしてようやく気がつきました。何がいいんだろうな。じゃあ俺は兼六スタジアムとかも、どうなんだろうな。楽しいけどな、なんかお酒飲みながら考えたいな。これ相性、他にね、好きなスタジアムの名前とか、ちょっと略せるスタジアムとかいいっすよね。ユアテックとか俺好きですけどね、なんか響きが。ユアテックスタジアム。ユアスタっていうのかな？ユアテックって呼んでるのかな？みんな。ユアテックって俺は言ってるけど。ナック。ナックファイブスタジアム。この辺もいいかな。あの、相性でいくとね、あの、今は違いますけど、あの、熊本のスタジアム、KK ウィングって言われてたんですよ。KK ウィングは、僕好きでしたね。なんかかっこいい響きがね、良かったですね。熊本の K とか、その辺の県民の K とかなんか、羽の生えたような屋根、それがウィングだったような気がしましたけど、はい、それで KK ウィング。こんな感じのなんか相性があるといいなと思いますね。でもネーミングライツついてほしいですけどね。どっかやってくんないかな、石川のね、企業さん。よろしくお願いします。次が、赤杖魂さん。こんばんは、いつも楽しみにヒロイ友のチャンネルを聞いてます。ヒロイ選手が好きな応援チャントは何ですか、ということです。金沢の応援チャントということでしたね。そうだよな、もう全然聞いてないっすね。ちゃんと YouTube でねちょっと見たんすけど、あー、こんなのもあったわ、こんなのもあったわってこうすごい思い出しました。結構遠い過去のような感覚になっちゃってますね。俺早く声出し OK になってほしいな。でね、聞いててね、ああ、なんか、これ耳に残ってんな、すごくっていうのはね、あの、心は一つっていうやつですね。歌うか？おー、声を出せ、飛び跳ねろ、心は一つ、俺ら金沢、っていうやつ、みんな知ってますよね。ちょっとはずいな、これね。これなんか耳残ってましたね。他にも好きなのありましたけど、あとは試合終わった後のね、最近復活したけど、ゴール裏でやるやつ、勝利の歌っていうのかな。あれも良かったですね。良かったっていうか、やっぱあの辺はサポーターの顔をちゃんと見ながら一緒に共有できるっていう意味ですごい好きですね。試合中だとね、正直あんまり耳に入ってきてない、集中してると。プラスね、こんなにやっぱ一個一個にあのちゃんと題名があってね、まあ当たり前なんですけど、まあ、こんなにいっぱいあるんだなっていう驚きがありました。はい、あとね、聞いて思い出して、あの個人ちゃんと大月雄平選手、懐かしいでしょ、雄平。もう新規サポはちょっと知らないかもしれないですけどね、それの個人ちゃんと良かったっすね。ももクロの走れ、大月雄平熱い心じゃないな、なんだっけ、カットでお願いします、忘れちゃった。走れ走れ走れのこの歌です。はい、雄平のキャラクターとすごい合ってて好きだったなっていうのを思い出しましたね。でね、 YouTube にね、雄平の引退試合でゴールしてそのちゃんとが流れるって映像が残ってて、ちょっと見たらうるっときましたね。俺やっぱ年取ったんすね。まあ、あの試合俺ベンチだったんですけど、まあ、雄平点取った時俺泣いてましたけどね。てかみんな泣いてたけどな。うん、あれはいいシーンでしたよね。あいつ持ってたな。で他の選手にも機会あれば聞いてみたいってことだったんですけど、ちょっと聞けてないっすね。だしそもそもね、スウェーデン在籍4年目以上じゃないとほとんど聞いてないんですよ。白井優と京平啓太ぐらいかな。あとあれか、一回抜けた毛利と炎屋か、これぐらいしかいないからね。うん、
だから声出し解禁になって聞いて、それでまたなんか聞いたりしたらいいのかなと思いましたね。はい、ありがとうございました。あとチャリで温泉に行けるって言ってた方行ったみたいですね。良かったって言ってたんで、整ったって言ってましたよ。チャリで行ったかどうかでも書いてなかったな。行ったんだろうな。はい、連絡ありがとうございました。はい、以上です。今日ね、岡山戦でまあやっぱちょっと精神的に来るような負け方をしたじゃないですか。でこの時にですね、一つ言葉を思い出したというか、チャップリン、喜劇王のチャップリンさんが、人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だという言葉を残してるんですよ。これ僕知ったのは僕がヘビーリスナーであるボイシーで澤まどかさんが言ってたので、はい、知ったんですけど、まあこれだから岡山戦の敗退っていうのをクローズアップすると、近眼的にねこう注目してしまうとやっぱりショッキングだし、喜劇であるんだけど、少しね俯瞰的に少しその結果っていうのを遠くから見る、まあ、時間軸を伸ばしてみたりとか冷静になってみると、まあここのおかげで良くなったっていうことも大いにあり得ると思うので、あんまりこうクローズアップしすぎないでね、岡山戦をしていきたいなっていうのが思ったところですね。やっぱ長いシーズン見て、まあこの負けがあったから、最終的にはいいシーズンになったよねと言えるようなところにこう持ってきたいなと、そのためにできることっていうのを俯瞰的に見て見つけていきたいなと思います。まあ、これはまあチャップリンはこの人生についてこう言ってるんですけど、まあ、何でもそうだなっていうか、まあ、これ日本人の言葉で言うと何ですかね、一喜一憂とかそういう言葉もまあある意味目の前の出来事にあまりフォーカスしすぎないで俯瞰的に見るようなっていう、まあ、こういう言葉と似てるのかなと思うので、はい、まあ、サッカーの試合もそうですけど、まあ、何でもやっぱり小さな悲劇だったりとか、まあ、嫌なことっていうのは、まあ、しょっちゅうあるんですけど、あんまりそこにね食い入るようにしてこう見てしまうと悲劇になってしまうし、それがこう長続きしてしまうので、まあ、そういう時こそですね、物事をロングショットで見てみるといいんじゃないかなと思います。まあ、志望校に行けないとか、行きたかった企業に入れないとか、まあ、サッカーでいうと試合の勝ち負け、サッカー人生でいうと戦力外通告とか、まあ、そこをねクローズアップすると、まあ、やっぱり辛かったりするのかもしれませんけど、まあ、ロングショットで見れば全然それもいい経験になると思ってるし、僕もエスパルスクビになってそんなに別に悲しくもなかったけど、まあ、こんなもんかって感じだったんですけど、まあ、どうなるかなっていうところで、まあ、どうにかなったし、こうやってロングショットで見るとエスパルスをクビになったおかげで税源拾ってもらって、こうやってまた長くねプレーさせてもらってるから、チャップリンでいう喜劇になってるかなと思います。というわけで皆さんも、まあ、一喜一憂することも大事ですけど、クローズアップして思いっきり喜んだりとか悲しんだりするってことも必要ですけど、まあバランスを見て何でもこう突っ込みすぎず少し俯瞰的に見てみるっていうのはどうでしょうか。この YouTube も少し動いているので、なんか進展があったらまた皆さんに報告したいなと思ってます。みんなとこれも共有できたらいいなと思ってます。この番組ではあなたからの質問、お悩み、メッセージをお待ちしています。 Twitter でハッシュタグひろいとものぶチャンネルをつけて投稿してください。 DM でも OK です。この YouTube、Instagram のコメント欄でも OK です。それでは朝聞いてくれた方はいってらっしゃい、昼に聞いてくれた方はもう一踏ん張り、夜聞いてくれた方はおやすみなさい。ひろいとものぶチャンネルは中森快適薬局の提供でお送りしました。